今年の現役ドラフト放出選手予想。各球団結構攻めると予想。レジェンド周平はない。ヤク巨人はわかる。高橋嶺ありそうよな。一番人気だろ。中日は石垣でしょ。内野のユーティリティやぞ。出すわけない。高橋はない。上林はあり得る。小野寺、どんでんに結構干されてるの見るとありそうやな。どこも欲しがりそう。秋山やろ虎は。阪神は山本やぞ。オリックスは村西という風潮。ロッテですが鈴木出品します。左手で投げられます。これは小野寺と周平がよそで覚醒パターン。周平はそもそも FA 持ってるから出せない。中日は石垣でほぼ決まり。むしろ大竹や細川の件で各球団出し渋るんやないか。他球団で活躍されたらモロフロントの責任やし。ワイもこっちやと思う。活躍されたらって、何のための現役ドラフトなんだ。広島は中村翔成かうぐさあたりやろ。ケントはまだ見るで。原樹里出すわけないやろ。出すなら野手や。ハム古川はマジである。軍事補強したし。大竹ってなんで去年まで活躍できなかったん？スピードガンと戦ってたらしい。細川と大竹が異常なだけで、例年こんなの出てくるわけないよな。言うて細川に関しては、他の10球団が見る目なかっただけやろ。なんであんな後ろの方になってしまったんや。神里は去年の陽川みたいな感じで人気出そうよな。どこの球団も条件に入る中で、一番いらない選手を選ぶやろ普通。ペンドラって選手2人エントリーさせるんだっけ？2人以上や。オリックス渡辺って、慶大卒の2年目でしょ？さすがにまだ置いとくやろ。巨人北村は二遊間つけるし先に松原やろ。松原とか欲しがるところ多そうやな。ゲンドラで出したやつもう一回出品するのありなん。去年のゲンドラ組は今年対象外。中日は橋本か梅津やないかな。野手は当たり外れ多いから投手欲しいわ。